はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、 KK でございます。フル戦実況パート3ということで、ここまで1勝1敗でやってまいりましたが、今回で、勝ち越すことはできるのか、3人目の方に登場していただきましょう。エイムさんです、どうぞ。はい、こんにちは、エイムと申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回悪統一ということで、まあ、一体どんな感じでパーティーの方作成したんでしょうか。今回はですね、ペンドラーをメタルという感じで、ほうほうほう、まあ、やっていこうかなと。ペンちゃんメタですか。はい、こちらもね、悪タイプをすべて調べ尽くして、対策しておりますので、その今スカイプのアイコンのそのワルワルなんちゃらという、なんかサトシの昔のエースもね、はい、しっかり対策してるんではい出てくるかわかりませんが、いや、もう嫁ポケなんで、まあ、そこは出します。あ、嫁ポケなんすか。あ、うちもペンちゃん嫁ポケなんで、はい、まあ、はい、まあ言わなくてもわかるという感じになってますはいということで、今回は対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで頑張っていきます。頑張っていきまーしょーい。右下ギャラドさんメガギャラ確定なんで、そんなこと置いといて、ニドリーのパイセンは店ポケで連れてきました。え、ニドリーの何すんのわかんねえっていう感じで惑わせて時間を稼ぐ作戦です。本命はドクロックスピアペンドラのこの3匹です。ペンドラは地面ジェットでベトンを対策しました。初手ワルビアルだよな、絶対初手ワルビアルだと思うんで、ドクロック行きたいんだけど、他の来ちゃうとめんどくさいっていうパターンになっちゃうから、どうしようかな。初手ワルビアルでしょ。初手ワルビアルと予想して僕はドクロックから入ります。ドクロックペンドラスピア、もう決めてました。この3匹で行きます。この3匹がありえません。頑張っていきましょう。あ、ついでにお相手、アメリカのワシントン州に住んでるアメリカの民でーす。では対戦よろしくお願いしまーす。僕はね、国際的なバトルを行っていきます。ほんと国際的な動画になってますので、ほんといろんな国の方とバトルができる、なんて素晴らしい企画なんだで、これ対戦よろしくお願いしまーす。よし、初手はビンゴ。嫁ポケつってたからね。初手はドクロック。持ち物は鹿の実。ランドロスの自信も確定で耐える。恐ろしい。あ、そっか、忘れてた。威嚇忘れてた。威嚇忘れてたけど、大丈夫。猫玉ドレパン真空波と、彩り緑なんでね。まずは猫玉してタスキを潰していきましょう。引っ込める。あー、バレちゃってる。バレちゃ、あー、やっちゃったかな、やっちゃったかな、いろいろ。すげー、国際負荷頑張ってんな。バルジの色違いとか初めて見たわ。5つ目かな？だよね。ちょっと待ってね。レイパンで押してもいいよな。ドレパンか。ドレパンで押し切ってもいいよな、これ。押し切ろう。押し切り萌え。押し切り萌えいきます。ドレパン、いや、レイパンの方がいいよな。でも回復ソースいいよな、ドレパンの。でもレイパンの方が火力出るんだよね。レイパンいきます。氷もワンチャンあるし。レッドパンチ、ワンチャン凍ってくれ。勝った、凍れ凍っちまえ凍っちまえ、挑発、うん、挑発ね、オッケーオッケー。これ意外と交換しても大丈夫だな。ここスピア交代いきます。言うて、バルジーナ、挑発持ってるって5つ目だから、火力は出ないんすよ。イカ様やっても、スピアの A は、メガ進化しなければ低いんで、オッケー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 。公開未挑発かな？まあ、関係ない。スピアは、フルアタ型、関係な、シブル。で、ここで、撃つのは何がいいんだ？シザクロでいいのか？トンボ帰りでもいいのか？これ、トンボ帰りの方がいいかもしんないよね。ここ、トンボ返りします。あ、突っ込んできたか。まあ、トンボ返りからのドクロックが正解かな。シザクロが正解だったかな。まあ、トンボ返りでも関係ねえか、どっちでも。そこら辺関係ねえか。
関係なしブルか、行こう行こう。トンボ帰りで帰っていきます。勝った。硬くね。えらい硬くね。ここドクロック出します。これでイカクルはなくなったんで、ダメージは通る。羽休め。ちょっと厳しいなぁ。ちょっと厳しいなぁ。どうしよっかなぁ。やべぇ。特殊連れてきてねえからやべぇなぁ。バルジーナに完全に押されてる。ここはドクロック捨てで行こうか。だね。だね。だねだね不思議だね。だね。オッケーオッケー。だねだね不思議だね。で、ドクロック捨てで行こう。ドクロックを捨ててワンチャン凍ったらいいな程度で頑張ろう。それで行こう。これ。これ。もう運に頼っちゃってるけど。イカ様オッケーオッケー。いいよいいよ。いいよイカ様いいよ。全然いいよ。意外とやられないか。でこれまだ5つ目じゃ落ちないんで、冷凍パンチ連打しっかりやっていきます。さすがに高タイムできないと思うんで、バルジェ突っ込んでくると思うんで、まあ、羽休めかな？凍ってくんない？オッケーイエーイスーパースイートこれがうちのポケモンたちの自覚なんだよ。愛情が違うんだよ、愛情の差だよ、これが。待って、ドレインパンチで、75の30ちょいか100ちょい。レイパンのは軽く出るね、オッケーオッケー。レイパンでいいや。ドレパンも意味ないし、レイパン打ちまーす。愛の力、ここにあり。愛の力、ここにあり。倒せない。倒せないの愛が足りない。倒せないの愛が足りないね。凍ってしまって動けない。オッケー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 。で、スピア出していきます。で、そう、ワルビアールの威嚇が痛いよな、そう考えると。それが痛いんですけど、まあ、ここは突っ込むしかありませんね。痛いんだよな、ワルビアールの痛いよな、やっぱり、かっけえ、シザクロ。あれ、シザクロってこんなかっこよかったっけ？さあ、これで、バルジは辛かったのが倒せたんでよかったんですけど、こっからが問題。これラス1ベティでやってほしいんだよな。ここワルビー出してくれて、ラス1ベティだったら勝ち確。なんだけど、ここワルビーある。うわ、ベティ来たか。ここは絶対はたいてくるんで、トンボ返りします。トンボ返りします。はたいてくる。絶対はたいてくるから。ここ絶対はたいてくるんで、まずはトンボ返りで変える。オッケーオッケー、いいよいいよ。先にベティか。全然いいよ。先にベティを全然いいよ。ペンちゃん出していきます。これ地震でいけるな。地面 Z 隠してても全然いいね。畑全然大丈夫。これで畑落とせないから、あれって相手思うわけですよ。ヘドロか。いや、こんだけ削ってたら地震でいいよ。危ない。ジェットパワーじゃない、ジェットパワーじゃない。ここは地震で大丈夫。ここは地震で大丈夫。引っ込める、いいよ。いいよいいよ、全然引っ込めていいよ。さあ、これはいけるでしょう。相手に先制技はなかったよね、ワルビアル。先制技ないよね。ないから大丈夫。勝った！これ地面 Z はダメだなぁ。メガホンぶっ刺します。硬い。ぶっ刺せベンドラーメガホンダーンイエーイ。綺麗に決まったようだね。ラスト1ベティ。これベティ対策に地面 Z にしました。もちろん。ベティ対策の地面 Z です。H ブッパのベティだったら、地面 Z で確定一発と、計算に出たので、僕は入れました。でも HP 削れてるけど、僕は Z 技で倒すよ。だけど僕は Z 技で、鍵打ち怖ー。危ねー、鍵打ち怖い。危なかったー。いけー、ペンドラー。これが、俺たちの全力だー。さあ、僕の初めての Z 技のペンドラー、初めてね、使うの。いくぞー。ライジングランドオーバー。
さあ、ペンドラの地面でと、食らうがいい。HB ベティでも確定一発だぜ。この HP なら。え？通信エラー？ちょっと待って、ここで通信エラー？嘘だ。え、ここで通信エラー？おーい。なんつー落ち着けてんだ。おーい。多分僕だわ。僕だまさかの僕だここで回線不調はねえよ。対戦ありがとうございました。一応僕の勝ちだね。スカイプチャット来たわ。ということで、最後までネタたっぷりの対戦実況でした。では、終わりの挨拶も行きまーす。はい、対戦ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、最後申し訳ない。はい。回線が多分落ちたわ。びっくりした。最後、いい落ちだったんで、意外といい落ちだったんで、まあ、いいかなと。採用しようかなと。いやー、まあ、バルビアルは、初手来るの分かってまして。ちょっと、ニドキングとかが、初手来るかなと思って、あれ、直帰ワルビアルでしたんです、やったんですけど。ああ、直帰ね。はい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 。はい。で、岩石封じして、地震でニドキング飛ばそうかなと思って、最初出したんですけど。なるほど。僕、ニドキング出す気全くなかったです。ニドリーノとニドキングは見せポケでした。もう完全に、ドクロックペンドラーメガスピアで回そうと考えてたんで、で、初手悩んだんですよね。ドクロック行ってもいいんだけど、初手ワルビ来なかったらやってられないから、どうしようかな悩んだんですけど。もうその通り、ワルビアル出してって感じで。まあ、その代わりバルジの対策全くでしたけどね。忘れてたんで。試行回数稼ぎすぎて、凍っちゃったんでね。そうですね、もう僕の圧倒的な運命力で。まあでもあれはまあ試行回数稼いなんでまあしょうがないかなっていうところもあるんですけど。そうですね。もうあそこはもう凍らせるか、できるだけダメージ稼いでメガスピアでシザクロスで処理するかっていうどちらかしかなかったんで。はい。まあ、まあ、危なかったです。バルジーナ出しといたら毒統一勝てるかなとか思って。いや甘いですよ。それは甘いです。もうあれなんで。で、ベトンの耐久調整、あれ HA ですか？あ、はい、HA です。あ、じゃあ大丈夫だね。あれ、一応ペンドラーの地面 Z は、H ブッパのベトンだったら、確定一発なんで。ああ。もうベトン対策はしっかりやってるんで。もう悪タイプって言ったらこのポケモンなんでね、辛いのは。はい。もうベトベトンは、キケさんと当たる時から、もう絶対出そうと思ってたんで。残念ながら、対策はできてます、こちらは。もう辛いの分かってるんで、独統一にベトンは。なのでね、しっかり対策はさせてもらいました。ちょっとこれは乾杯ですね。いや、うまくいってよかった、本当に。まあ最後の、Z 技の回線はちょっと、ちょっとね、いろいろ、まあ、ダメでしたけど。申し訳ないですけど。あ、全然。まあ、地面が割れて回線も切れたということで。まあ良かったんじゃないかなと、意外と、ネタ的にはね。はい。良かったんじゃないかなと思います。ということで今回は、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。